アリケンデブチャンネル。ん？待たせたな。大正解。それじゃあ動画へレッツラゴー。まあやることないし、予選通らなかったし、テニシスウォームアップテスト、適当に新しくなったチーム見よっか。俺が一番気になってるチームはシュンシャン、リズアート、ボブ。まあまあ意外じゃない？とりあえず見ていこうか。ザ・ラギス・メイシー・レイニー。明らかに目の前の敵全部倒しますよみたいな顔してるな。さあ現在チームキルは3キル、7ポイント稼いでる状態。うわ、美味しい。さあ目の前に大量の資材。さあここは全部かっさらって移動していきます。さあアンチ進行してるな、メイシー・フィッシェ。そして後ろの方でラギスがやってるって感じかな、戦ってるって感じです。さあここからどこまで破壊できるか。うわー、164100、ボブを倒していく。この火力ですよ、よう当てるなマジで。さあやはり火力、経験値、その他もろもろ。さあ勝つには申し分なしの実力。うまいね。さあ後ろのスタディ、しっかりヘッドショットで倒していく。スチューディー、わかんない、名前がわかりません。さあいいね。しかし上りアンチなので、ここは1段上に上げないといけない状況。さあ全員で回復して、さあ横の道を広げて全員で大回りしていきます。さあ目の前、さあガブエル、ブチュリリがいる。さあここ外してしまうが、さあ味方の手厚い援護、目の前自分の壁にして全員で着バズ回復。さあ目の前鉄なので横から回って倒しに行く。張り替えできる。目の前にはさあルナがいるが、さあここはメイシー、え、こいつ、こいつもしかして。さあ残り7人、ラギスは1人になった。さあフロッパー食べながら回復勝負ができる。目の前にフロッパーが余っている4つ。さあそのまま回復勝負をもう始める。さあキートステイクールの HP がなくなるが、ラギスはキャベツがある。いやこの量持てんの偉いな。さあしっかり回復勝負で1試合目、ビクトリーロイヤル。強いね、このチームは。強いな、強い時超強いみたいな感じで。ムラッケがあるけど、メイシートレーニーさんによってだいぶそれが中和されていい感じのチームになりそうだね。いやピーターパンと S 見たいんだけど普通に。さあまずはピーターパン画面、これピーターパンだよね多分名前的に。9人いますね。さあ9人バトル。さあまずは相手取って、さあメッツオをキル、しっかりと倒す。さあ各キルまで。さあ SS は縦横無尽に飛んでいる。さあお化け状態ですね、これはお化け状態。さあお化け状態、目の前で猫くんがやられた。さあ目の前マッシュフィエーズを、さあしっかりサブマシンガンで倒していく。さあ SS がやり合っている、持っているな、サブマシンガン。さあやられてしまう SS。 さあピーターパン、ここは目の前しっかり援護して倒していく。さあこれで2キル目。さあ後ろから援護に来る敵もしっかりエイムがいいぞ、倒していく。さあハイグラを取りに行く。うわー、さあ崩して、うーわー、うめえこいつ、ずっとうめえ。さあ崩してショットガンじゃんけんポン。さあここも入って、まずは1ダメージ。さあ上登ってくるのをしっかり見て、目の前ホスイが回復している。さあ SS の援護を倒していく。さあピーターパンもしっかり倒して、はい撃破。さあ SS、 ここは目の前落としてキルを取るか。さあ全員でぶっ壊して落としていきたい。こういうとこ無理やり狙っていくような SS は、リフレッシュのために。さあ残り資材がないので、さあ SS たちここは資材の回収をしていきたい。目の前に、さあいいエイム、しっかりヘッドショット当てていきます。チャグバズがあるのでまだまだ大丈夫だが、ピーターパンの残り資材が14枚。さあ明らかに資材が少ないので、そうですね、無理やり落として倒しに行ってるね SS たち。さあ横に資材があるが、ハープンガンでは取れない。なのでチャグバズを持っている SS がしっかり取りに行くが、あまり増えないと。さあ残り7パーティー15人。さあ異文化交流チーム、さあどこまでいけるか。ピーターパンの進行がうめえよ、ここまで。さあしかし上から速射式サブマシンガンで一気に詰められてくる。
SS1 の下に降りて目の前突っ込むしかない。ここはワンボックス SS の強さ。うわー、すげえ。うわー、しかし落ちたところがやばすぎた。ここはピーターパンたちくしくもやられてしまうが、強いんじゃないのか。いや強いぞ。 SS がボコしてピーターパンが前に出る。強いぞ。さあ一人やる。さあ上からナースアルトラフィー回復。さあギリギリいくが、おー、いいチームじゃない。だいぶコミュニケーションエラー起きてる感じはしないな。ちょっとマウちゃんたちが今シーズンどんな動きしてるのか見ちゃおっか。見ていきたいと思います。さあ新シーズンになって、さあ動きは変わっているのか見ていきたいと思います。さあやはりアンチ進行はマウキンがやって、さあ前と後ろでワイルドホークたちがキルを取るという、さあいつもの連携です。さあアンチ移動していきますと、まあ全員なんでもできるからな、ここは。さあワイルドホーク、ここはリムルが前の方やられてしまいました。これは痛いね、だいぶ痛いね。さあ残り17人。さあ目の前ナイスネイチャー。さあワイルドホーク遠目のエディットから、さあ倒していきたい。こんにちはからの160、しっかりダメージバカスカ出して、さあマウフィンに資材を渡しに行くよ。さあ資材渡すのもお手の物。さあワイルドホーク、ハープンガンを空に打って、さあ敵を落として倒していきたい。さあ目の前落とせるが気づいていないワイルドホーク。さあいいね、ワイルドホークが縦横無尽に動いてますね。さあダブルムーブメント、横歩き早いからね、やっぱり。さあ目の前誰かが降りてきたら落としてやろうという気持ちが、さあ出てるぞワイルドホーク。さあ目の前しっかりタコを落としていきたいが、52カット。さあ一発当てる、体が逃がさない。さあタコはやられてワイルドホークのキルにはなっていない。さあ上では、さあ着馬を打ちながら移動している。回復アイテムはないのでワイルドホークたち倒しきることが有効です。さあハープンガンで無理やり壊して、さあ目の前しっかり落ちてきた敵をマウンに倒して、さあ横から来ている敵ワイルドホーク、これは気づけず。さあ残ったのはマウン。さあ一人で 1v1。 さあ残り3パーティー。さあ順位上げたい。さあ2位で上から降りてきたチームにやられると。おめでとうございます。まあいつも通りって感じだねこいつらやっぱり。さあアルバロッカネフニー猫愛好家連、はあ、はあ、ここも面白いチームだね。ネフニーのチームどんなチームになってるのか見ていきましょう。よろしくお願いします。さあ豆猫を当てれば、さあ敵は倒せるが、さあここもたーネフニー下からリベルタマルーニ一気にやられて、これは蘇生できない判断。さあハイグラに来る敵ロッカが倒そうとしている。さあネフニーが落ちてしまって、さあ猫愛好家連もさあギリギリ生き残っているが、さあ2人でどこまで行けるんだ。さあさあここ外してしまったが、しっかりとロッカがアシスト。さあもう一発当てれば死ぬので、強すぎレールガンやばいって。いいの。さあ目の前こんにちはしてきた敵がいるが、さあここはレーンしっかりと資材回収、あーっと下ってしまう。さあしっかりと回収して、さあアンチに向かいます。さあいいですね、上ではロッカーがしっかりとアンチ移動。さあ上からまたもやレールガンで撃つが、ここ当たらず残りの弾は50発。さあ無限です。さあ無限に下に圧をかけながら、さあ移動していく。さあ目の前の、うわー強えー、ぶっ壊れだって、ぶっ壊れだよ。危ない、キャベツ落としてしまうとこだった。いや強えーレールが。さあ新チームのこの3人、さあネフニーを道、わーっと危ない、鉄が落ちていきそうだったが、ここはリロードして、さあ一度下に降りて、目の前もう降りてやりに行く。さあしかしここはレン下ってしまう。おっと、さあ6か1人になったが回復しようか。
さあ上から圧をかけて登らせたくない。さあここはロッカーがキャリーできるか。さあ上から圧を数えて真空に大ダメージ、46ヘッドショット、いいですね。さあ目の前の木も壊していいね。さあローグラにはファイヤーたちのチームもいるぞ。さあファイヤーたちのチームも新しいチーム、ここは早めに戦線離脱、回復勝負でじゃんけんぽん。さあシンクのカッキルが入って、さあ NGNL も倒してカッキル入るのを見越して後ろに引いていきますと。さあ残ったのはラゼールと 1v1。 さあラゼールは果敢に挑んでくるが、ここは引くだけで勝つ。さあネフライトさんたちのネフニーのチーム勝っていきました。さあリズアートたちもだいぶチーム変えました。さあ後ろの様子を見てしっかりと壁を壊して敵を迎撃するチャンスを伺っているリズアート。そうマジで強くなってるからなこいつ。さあ残り12人。さあ目の前横に敵がいるがリザートは気づいていない。さあアンチ進行していくが、さあ上はたくさんの建築、さあリザートここはアサトラクルヘイトをもらう。さあどうにかこうにか逃げていく。後ろから追っかけてくる敵を切ってキルポにしていきたい。さあ最新マッチなのでリザートしかどうなるかわからないが、さあここは頑張ってほしいところである。さあいいですね、残りの資材が34枚と23枚。さあ最終アンチまで資材が足りるかと言われたら正直足りない気がする。さあノリに乗ったら強いぞこのパーティー。さあ目の前に一人いるがここは倒しきれるか。さあここはボブが前に出る。さあシュンシャン前の方でアンチ作って後ろから一発撃たれちまう。さあ目の前エディットされちまうが落ち着いてミニポン、目の前のカギトラをリザート撃破、しっかりと回収、資材もゲット。さあシュンシャンたちと追いついて残り11パーティー。さあもうちょい生き残りたい、しかし残り資材が足りなくなってきているぞ。さあ後ろではボブが回復してどこかでキルを取りたがっている。さあ目の前こんにちは開けてくる。さあもう一人に撃たれてここはボブやられてしまう。さあリザートも一度下まで降りている。さあシュンシャン目の前で倒すことができるか、しかしここは気づかれてしまった。さあ目の前の壁は敵の壁なので、さあ早めにアンチの中に入りたい。さあ戻りアンチ、これは救われた。お互い残り資材ゼロ。さあやってきたアルバフローターを倒して、ここはシュンシャン残りスピーチ、やられてしまう、惜しい。 GG しゃあないな。さあ上で回復勝負。さあワンボックス入って、さあいいですね。さあ残り HP がないが、ここはしっかりと、買っていきます。マゼアストレッドさんおめでとうございます。はい、ってことで多分まだ見てないチームもあると思うんですけど、新しいチームがたくさん増えて今回の FN シリーズも面白そうなので、皆さんね自分の推しのチームをねコメント欄で、書いてください。はい、コメント欄でね、自分の推しのチームをね応援して書いてください。はい、そしたらねもしかしたら推しのチームが見てくれるかもしれませんよ。皆さん FN シリーズね楽しんでいきましょう。それじゃあ動画を見てくれてありがとうございます。 FN シリーズはこの期間であります。はい、FN シリーズこの期間なので皆さん準備を。じゃあバイバイ。